ハンフリー・マーシャルは、アメリカ合衆国の植物学者、植物賞である。アメリカ合衆国国定歴史建造物になっている、マーシャルの家ペンシルベニア州のマーシャルトンに生まれた。おじに、アメリカの植物学の父とされるジョン・バートラムがおり、いとこのウィリアム・バートラムも植物学者であり、初期のアメリカの植物学者の多くと同じく、クエーカー教徒である。石膏の仕事をした後、 貿易の仕事に就いた。1748年に結婚した後、父親の農場を経営した。解剖学や天文学など自然科学に興味を持ち、農場の片隅に個人の観測所を作った。叔父のバートラムの影響を受けて植物学への興味を持ち、マーシャルトンの屋敷に植物園を作った。2度結婚したが、子供はいなかった。弟の息子、 モーゼス・マーシャルが樹木園の仕事や植物学の研究を手伝った。1785年にアメリカの樹木はハンフリー・マーシャルとモーゼス・マーシャルに懸命されている。マーシャルは植物の学名で命名者を示す場合にハンフリー・マーシャルを示すのに使われる。ありがとうございます。